戦闘中は2012年からフジテレビ系列で不定期に放送されているサバイバルゲームバラエティ番組第9回までの正式タイトルはバトルフォーマネー戦闘中であり略称としては BFM が使用され第10回からは BFW に略称が変更されたランフォーマネー闘争中及びクロノスから派生したものであり同スタッフが制作した同形態の番組としては ジャンプ中の護衛中コーナー以来4年2ヶ月ぶりとなる逃走中以外のクロノスゲームである。護衛中と同じくドッジボールをベースにした内容で決められた時間内に他のプレイヤーを撃破して賞金を奪い合い最後に残った一人が勝者となる。2012年 ATP 賞における情報バラエティ部門にて優秀賞を受賞した。第8回と第9回は 過去のものと異なるルールで実施。第10回からは個人戦が復活し、前述の通り番組タイトルの変更が行われた。パイロット版、第1回から第7回までの第1期、第8回、第9回の第2期、第10回以降の第3期ごとにルールが大きく異なるため、それぞれ別々に記載する。これまでのような個人戦に加え、後半では、 プレイヤーと忍ぶが対決するチーム戦が行われた。放送日時はすべてフジテレビでの初回放送時の日程。ありがとうございます。